経済評論家、常年司さんです。常年さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。 いやなんかもう、あれですね暑くてよく分からなくなってきましたね、結構ね気温が高いと、ぼわーんとして、ぼわーんとしてきましたね、あとマスクをね着けてると、熱中症になる階段を上っていくのがなんとなく分かる感じでね、もうなんかちょっと頭、くらくらしてきますね、2メーター以上離れてたらマスク取っていいらしいので、随時取りながら皆様、ちやっていただいたほうがいいかなと、特にあの不織布のマスクはね。 あれきついですね汗かくから口の前にちょっとでも息苦しいとなんかもうふらっときますねかりますなんかね自分呼吸困難に陥っなそう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 襲われまもうんかちょっと胸が苦しいみたいな感じでね今日もだからもう絶賛体調悪い中ねいえいう足引きずりながら足を引きずりながらねもうここに来てますけどいや非常に顔色もよくあったそうですかちょっとその辺ちょっと血まみれになってますね 今日またなんかちょっと変な人いたんですかいたんで助けようと思ったらうわーって来られたんでね手でよけたらここがぶっていられたとあらちまみでしょさん筋肉さらについてきましたね美味しいお肉だっつって食べれていやもうちょっと大変ですやっぱりこいでるからですかいやまあそうですねこぎまくってますねいやでもねもうこぐぐらいしかねこいでればねま早くこいでればソーシャルディスタンスもいいとこですからそうですよ 2m 以上は軽くはなぜ 2m どころじゃ長いし そうですね。ええ、あの船自体が5メーターぐらい。そっからソーシャルディスタンスですね。完全ソーシャル。海上のソーシャルディスタンス。マスクも2メーター、2メーターあるか、まあ2メーターぐらいあって、でまあ両側で持ってね、まあ両側1メーター。完璧ですね。そうですね。マスクなんかいらない。前後もだからね、あの5メーターの手真ん中に乗ってますが、2.5メーターなんで、もうあの軽く半径2、3メートルは人寄ってこない不幸にしてくしゃみしても風沙島にさえいなければないですね。風沙島もものすごい風あっ <laughs> ものすごい勢いであの拡散してしまうんで空気中にねえなんでまあその辺はいいんですけどねいやでもちょっとこれあの街中をね入ってる時はついですねこれこれはね今回の流行り病がなくてもこれ普通にあの在宅勤務された方がいいんじゃないかなと思うんですけどそのい暑さですよねなのに今日文化放送はスタジオまで来いということでスタジオなんか涼しいから足引きずりながら今日ね今24度に設定されてますからえ22度24度24度本当ですかいやなんか もうずいぶん暑いなと思っていやいや嘘 <laughs> じゃもうちょっと下げますかいや <laughs> いやいいです,いいです下げられますよお腹痛くなりそう0.5度刻みで下げられます <laughs> いやいや <ねえ S 2> こんなもんでいいですけどねそうですかもう大変ですね,ね <え S 2> 今日本当ね,ね,えね こうだ今日からねまたお盆お盆休みが明けて仕事がね始まりますからねえねえでの方いいですけどねそうですね通勤される方相当大変だと思います気をつけてください昨日はでもあの静岡の浜松で40.9度を記録したすごいですねえちなみに歴代最高の気温っていうのは2018年2年2年前の7月23日埼玉の熊谷で41.1度というのを記録してこれが どうも歴代最高の熊谷はもう一番暑いんですねはい熊谷今暑さで売ってる部分もありますよねやっぱりちょっと暑いのはね暑すぎるのはね厳しいテキサスみたいですね41度とかそうですかテキサスってでも湿度はそんなに高くないんですよねこれねだから熱中症も気温と湿度と輻射熱みたいなのが合うとトリプル はい。ゴリブッシュのやつでね、テリカイとかいろいろね。なるほどね、えー、そうなんです。そうですね。えー、確かに暑いですよね。そうですね。うん、いやこれ本当気をつけないと。あの昨日もですね埼玉県富士見市の住宅で56歳の女性が倒れているのが見つかり病院に搬送されましたが死亡しました。えー、埼玉県、ね、熱中症になったと説明しています。うん、また東京消防庁などによると東京都内はですね昨日熱中症の疑いで215人病院に運 今日も引き続き熱中症への厳重な警戒が必要です、うん、え先ほどもお伝えしましたが熱中症警戒アラートが関東甲信だと1都5県ですね、うん、東京、神奈川、茨城、栃木、群馬、山梨に出ていますので、うん、えそういった時にはですねこまめに水分休憩をとって屋外できるだけあの日差しを避けて室内では冷房を使う十分な対策を取っていただきたいですねご高齢な方でね、はい、なぜかエアコンあんまり使いたがらない人が多いんですけど、はいえー、あれは何 ななぜんですかねあのまあ、私の両親もあんまり好きじゃなかったんですよ、なんかあの冷たい風が嫌だっていうふうに言ってましたね、あと電気代が心配だっていう、昔の感覚なんですよね今のエアコンはそんなに電気代かかんないですし、むしろね、つけっぱなしにしてる方が電気代に対していかないんですよ、なんかあのほら、ネットになんかそういう記事が昔あって、エアコン切るの忘れて、3日間外出して、で電気代どうなんだろうと思って見たら、そんなに上がってなかった。 でかつけたり消したりする方がむしろか行くのではないかとこれでもちょっと正確な情報でないのでこんないい加減なこと言ってですね電気代上がったぞと俺に言われてもねあの肩代わりはできない損失補填はできませんけどねはいまあでもあのえっとつけっぱなしにしておいてもあその温度まああそんなの低くしてもそんなに電気代は変わらないということはよく言われておりますのでちあの躊躇なくエアコンを使っていただくことが必要での室温が28度を超えるとまずいらしいですよ でなんとかなる。 という方もいらっしゃるんでしょうけれどもやはり扇風機でなんともならないというケースもあるようですからね特にご高齢の方はその感覚この気温の感覚室温の感覚が多少鈍くなってる方もいらっしゃるようですからあと喉の渇きの感覚だとかその辺りですから周りの方が注意してあげるっていうのが大事なですね私、海行くでしょそうすると熱中症対策に一番いいのね海の中ドボンって入っちゃうんです冷やのいの 水飲んでもね、やっぱ限界があるので、はい、あのこぎながらもね、わざとあの肩まであのこう水にこうね、はいはい、そう少し傾けてね、そうそうそうあ、えー、傾けてっていうかね、まあ、はい、あの腕使いますから、ね、えー、でこう使った後万歳するんですよ。<ー>そうそうダラっとこうね、海<ー>水が。 水がね背中に流れて、それでも足んない時はね、もう本当にねあのちんちんさんさ吹き返って、でもう一回まあ起き上がるともうズブズブなんでしょう。それでしばらくあの大丈夫なんですよね。だもうあのどうしてもエアコン使うの嫌な人はもう水風呂ですね。そうですね。水風呂だったらまあありかなと思いますね。はい。いずれにしても気をつけないこまめに体を冷やしてください。そうですね。はい。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマークジョーキュアールドッネット。ファックスは東京零三五四 ツイッターも受付中です番組のツイッターアカウントは「ハッ1134」「は」「t e r a 1 1 3 4たくさんのメール・ファックス・つぶやきお待ちしていますお寄せいただいたメール・ファックス・つぶやきの中から抽選でお二人に「JA 全農新潟」からおいしい新潟甘茶豆プレゼントします当選者の発表はエンディングで時刻6時9分です 文化放送おはよう寺ちゃん活動中今朝も7時までお送りしていきますではこれまでに入っているニュースをお伝えします時刻6時12分です8月17日月曜日今朝のコメンテーターは経済評論家常年つかささんです改めて常年さんよろしくお願いします今朝もいろいろニュースが入ってきています常年さんの話を聞くこのコーナー行きましょう まずはこちらスポーツ報知沖縄 SOS 看護師100人規模の派遣要請 新型コロナウイルスの人口10万人当たりの新規感染者16日連続ですべての都道府県で最多となるなど感染者が急増している沖縄県日本全国に向けて SOS を発しました玉城知事昨日全国知事会に対し感染者の対応にあたる看護師の大規模な派遣要請していることを明かしています 沖縄ではこれまでに14箇所の病院や福祉施設でクラスターが発生し看護師不足が深刻化していますこうした中玉城知事昨日沖縄県庁で橋本厚生労働副大臣と会談しました今は看護師が必要な状況ですすでに医療機関などで集団感染が発生しておりできる限り早急に支援しないといけないと危機感をあらわにしました 橋本副大臣、知事会と連携するとして、規模は数十人、もしかしたら100人を超えるかどうか、ニーズにマッチした派遣が必要と応じた模様です。また、玉城知事によると、会談では、県内で重症,用重症者用のベッドに空きがなくなり、対応不能になった場合には、患者の県外への搬送を想定した準備を進める必要がある、こういう認識で一致したといいます。 ジョネさん、沖縄の医療提供体制が非常に逼迫しているようですね、はい、そうですねあの私、これ調べたんですけど、はい、沖縄ってちょうどね、東京の人口の10分の 1, 1>、はい、で、1> はあはあ、現在の患者の数もですね、えー、ざっくり10分の1ぐらいっいうところで、はい、だから逆に言うと、人口比で見ると、東京並みのですね、えー、今、ちょっと緊急事態になっているとで、東京に比べて医療インフラは当然、地方ですからね、えー、あのいくら沖縄、ね、首都の,あの、まあ、県庁所在地の那覇といえどもね、はい、東京23区ほどには期待はできないですから、はい まあ当然こういうことになるだろうなということですであのこれに先だってなんかあの保健師さんあの保健所の人これがなんか結構足らないので50人派遣するみたいなねニュース出てましたけどねはい。このね保健所の保健師さんも例えばある県で足りなくなったらやはり融通し合うっていうね協力し合うっていうのがまあ先日言われてましたもんねはい。あとはまあ沖縄ねホテルがいっぱいあるので東京みたいにあの軽症者用の施設を確保することとあと大事なのはですねこの病院や福祉施設でクラスターって書いてあるじゃないですかあの要は 高齢者いいかかかにこののの病気ら隔離すするう問題ななんででよそ高齢者関係の介護とかやってる方に対する PCR 検査とかねまあそういうの優先してやるっていうふうにねこの間玉城知事方針変えましたよね無症状の人が不安だからっていうのはもうやめてくださいと検査やめてくださいあの方針ね正しいのであのそういったところでこうやっていけばあの高齢者がとにかくこの病気にかかるのが一番のリスクですよねその次は持病のある方ですのあと肥満とかもね実はねよくないんですけれどもまあそういう意味でリスクの高い人にこう手厚くねあの配慮 しつつ一般の方がかかった場合にはホテル等でですね今、東京でやってるようなね12週間過ごしてほとんど自力で治りますからそういう方は自力で何とかしていただくななんんててっったワクチンもも薬いですからねそうね。まあとはいえワクチンも薬もあるインフルエンザに比べると今シーズンで亡くなった方はまだ3分の1ですからしっかり対応すればねもうこれで終わりだという話ではないので日本はそういう意味で言うと他国に比べればまだだいぶちゃんとやってる方ですから。 ええ、まずはそのリスクの高い人をいかに管理するかというところじゃないんですかね続いてはこちら産経新聞昨日の産経新聞中国当局、尖閣操業を規制。 中国政府が沖縄県尖閣諸島沖の東シナ海に設定していた給料期間、え日本時間の昨日午後1時に明けました。え中国福建省最大の漁港、松志港では、え昨日朝停泊していた漁船およそ550隻が質量を祝う爆竹を鳴らしながら一斉に港を出ました。地元の漁業関係者らによると、中国当局、敏感な海域として尖閣沖や台湾近海で創業規制。 し尖閣への接近を禁止する規制線も設定しているということです今回の指示大量の中国漁船が領海に侵入すれば日中関係の悪化が避けられないことを考慮した措置とみられますただ地元政府からは連絡は受けていない今年も 今年も状況次第で寮に行くと証言する容姿もいて、指示が徹底されるかどうかは不透明だということです。え中国政府尖閣沖での操業を規制している。これ、ジョナサンどうご覧になりますか。まあこれまず第一にですね、はい、産経新聞がね、八月の頭ぐらいにね、十六、はい、日から退去してくるぞって言った。はい、あれがまあ間違ってたってことですよね。はい、<laughs> 自分でこれ否定してますけどね。これがまず一つと、じゃあ、はい、なぜチャイナ当局が。 規制するようになったかというとまあこれ、いくつか大きなえまあ変化が変化というかですねまあアメリカなんですけどね,要はね在日米軍司令官があの尖閣に関しては海上自衛隊と共同でね あのしっかり見守ってるよと、えー、で来たらやるよみたいなことをあの言いましてもともとアメリカって同盟国のねまあその、まあ、領土紛争には介入しないという立場だったんですけど、はい、そういう態度を取り続けるとねもう今、チャイナが侵略行為やってるわけですから、えー、これ守ってくれるのみたいな感じで同盟国に不信感出るわけですよ、はい、なのでまあ、ちょっとコミットメントを一段強めてですね、えー、あのもし尖閣に来たらいやそこはもう日本の主政権及ぶ範囲だからと、はい、今、デフォルトで尖閣は日本のものっていうのはこれ世界の認識ですからね。はいはい、あの北方領土とか 竹島みたいに不法選挙何十年もやられてるっていうところじゃないの、はい、日本が持ってますからその分、圧倒的に日本の方が有利なんですけど、はい、チャイナはそれをひっくり返そうとしてですね、ええ、やる漁船を追いかけてみましたとか言って嘘のまのプロパガンダいっぱいやってるわけですよ日本の漁船を追いましたって嘘ですからねはあ、はあ、追いかけようとしたところに海上保安庁の船がパッと入ってもう全然追いかけられなかったんですから,、はい、だからそういうまあ嘘をこうやってるんですけど、まあ今回もですねあのもしこれ550隻来たら、はい、まあ大変なことになってたと思いますよ。よ、ええ、日本がさらにこう、まあ おそらく日中漁業協定に関する取締りの法律とかも全部改正して、日本がやってくる可能性があったので、まあそれにまあちょっと恐れをなしてというか、まずいなということで、今、様子になっているただ、跳ね返りの人は来るかもしれないんで、それはもう日本はですねえ海上警察の警察権力を行使して、もう適正な法執行をしたらいいと思うんですよ、で来たらもう,もうこっちのもんですよね、日本に法執行されたら終わりですから、日本の会議だって認めることになっちゃいますよね。はいだから思いっきり日本の法執行を招くような、領海侵犯とかやられたらいいんじゃないですか。 えー、いい口実になると思いますよ、こっちも取り締め、ね、それで、またね、はい、ファンにして体当たりとかね。あ体当たりなんかやったらね、ねそうですね、えー、で乗ってたのが一般人じゃなかったとか言ったら、これまた話題になっちゃいますよね。 えー、日本政府中国政府に対し、中国漁船が退去して尖閣周辺に来ると日中関係は壊れると警告しています。えー、中国政府今後尖閣周辺で、まあだから漁船がまあ一隻二隻とかやって来るかもしれないですけど、ね、るかもしれませんよね。ねでこれやっぱりあの、えー、退去してくると日中関係は壊れるってね。二階さんに言わせないと、はーはーもうお前これ以上味方できないぞみたいな感じで言わせないとやっぱダメですね。<laughs> <laughs> <ー> <laughs> はい。はい。えー、まあこれどう,、ね、どうなっていくかね。まああの。 ちょっと様子見だと思いますこれニュースをちゃんとやることが大事ですよね来るのが当たり前みたいな感じになっちゃうといけないのでねでも我々の感情ですとね漁船の前に中国の航船が111日間排他的経済水域から領海に入ってみたりだあれもねだから接続水域に基本的にいてたまに領海に入ったりするらしいんですけどね帰る前になんかね三四日入ってまた警察ごっこみたいなことをやってるんですけどまあ全部基本的には海保とまあなんかブロックしてで海上自衛隊も在日米軍も見てるわけですからねそのメッセージ は向こうには十分伝わってるんじゃなないかなと危険なことをやるとね、えー、インドみたいにストリートファイターみたいなことをやるとね、えー、大変だよという、えー、ことだと思いますけどね、えー、はい、えーはい、続いてはこちら、<music> 今朝のスポーツ報知、重油流出、毛利社政府日本戦に賠償請求へ。 インド洋の島国モーリシャス沖で日本の貨物船が座礁し燃料の重油が大量に流出した事故、モーリシャス政府環境汚染について船主である岡山県の長敷汽船や保険組合に損害賠償を請求する方針発表しました。また地元当局者船体が、えー、完全に分裂したと明らかにしました。もう二つに割れるような形になったということですね。でモーリシャス政府十四日付の声明で経済 社会環境面に影響が出ていると指摘しました環境汚染で生じた損失や損害に関して法的責任を追及すると表明しモーリシャス国民らに対し被害を証明する書類や写真の提出を求めました16日のこの船体分裂で周囲の海面灰色や 黒い色に濁って量は不明ですが油がさらに流出している模様です。被害がさらに広がりそうだということですね。えー、これなんか原因は何なんだろうっていうことなんですけど、はい、まあ当初ね、えー、あのなんか風に吹かれていったんじゃないかとか言われたんですが、えー、なんかあの誕生日の人がいて、はい、Wi-Fi を求めてなんか近づいて、近づいた雑用さんじゃないかとか、<ー>いろんな報道が今されてますけれども、えー、これまずいですよね。そうですね。うんえー でなんかあのサンゴがあるので、はい、そのまあ重油を中和する薬をまくとサンゴにも影響があるということで、えー、重油を処理する薬剤の使用は珊瑚礁などへの影響が多いので使用できない,きないらしいんですよね、えーはい、これまずいですよね。あとはね、やはりモーリシャスといえば観光業に依存してますから、これは相当なダメージを与えてしまった可能性が、えー、まあ今でも観光ほとんどだめだと思うんですけどね。で、はいえー、でももうこれれあの重油撒かれて サンゴもだめになっちゃうと本当に観光だめになっちゃう、コロナなくなった後も観光だめになっちゃうみたいなことなのでモリシャス政府としては死活問題ですよね、これはね。これ、元に戻るまでには数十年かかるんじゃないかとか日本海でもね昔、ロシアのナホトカ号とかね派手な重油流出事故やってね、年ですそうもうカニが食えねえんじゃねえかとかいろいろ言われましたけど、あれから23年なんですね、モリシャスもそれぐらいかかっちゃうかもしれないですね。そこののの時には今あ おジョニさんおっしゃったナホトカ号の時には石油がやはり流出しておよそ二百六十一億円賠償ということのようですからまあ今回これどのくらいになるのかそう、ね、今回規模あれよりも大きいのではないかというですか,、ね、かもしれないですよねはい、えー、まあその他にも例えばその過去の重大な流出事故っていうのは二千十年アメリカメキシコ湾で石油掘削基地で爆発して原油が沿岸に流れた,あ<ー>たりましたねというのが、ねはい、えー、あとはオーストラリア沖で世界最 最大の珊瑚礁グレートバリアリーフで中国船籍の石炭運搬船が座礁して、まあこれも被害が出たということなんですね。あねまあ山岳の海はね、はい、ちょっと浅くなってるんでね、ーー気をつけなきゃいけないんですよね。はいはい、はい、はい。以上ニュース目玉焼きでした。<music> 時刻6時29分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。この時間常年さんにはこのテーマで話を聞きます。<music> 厚生年金の保険料、来月から上限引き上げ、コロナ禍になぜ 会社員らが加入する厚生年金の保険料の上限来月9月から引き上げられます。対象となるのは月収が63万5千円以上にある高所得の加入者だと。本人と会社が負担する保険料は合わせて1ヶ月で5490円高くなるということです。コロナ禍で負担が増えるというのは、まあ企業や社員にとって重荷だという指摘もあるんですが、ジョさんいかがでしょう。そうですね。これも、えー、寺島さんみたいなね高級サラリーマン。 待ってくださいもうサラリーマンでもないし寺島さんのような高額所得者にいやいやそれ常念さんでしょ絵本も売れてるそうで何よりでこれ月収63万以上ですから対象となる人はすごい少ないですけどでもこれね消費税増税の時に何て言ってました政府は社会保険の財源としてそうですよ消費税税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  そのね、えー、月収六十三万五千以上というね、はいえー、まあごく一部の方が対象ですけどえ,ー、えこれなんかちょっと全員が対象にまた千円上がるとかそういうせこいことしないのと、えー、なんかちょっと不安になりますよねそうですですよね、えー、でこれねやっぱりあの保険でねあのまあ社会保険保障っていうのは四年保険でやられるものなんですよ、はい、で保険でやれることによってこう上がるとね。 なんで上がるのってと要は給付が多いからだってとじゃあもう給付多少我慢しても保険はもう安くしてくれみたいな議論とか出るわけですよつまりその払う人ともらう人が同じだとですねそのまあその財財源源にはですねというかそのまあある程度規律が働くんですよねところがその消費税というものが入ることによってもらう人とそれから出す人の間の関係が切れてしまうのでもうこれはだから払う人からは取り放題使う人は使い放題みたいな感じになって非常に問題だと言ってるそばから 今度、まあ払う人からもあのこの保険料も高くしますということえじゃあ、あの所費税の増税一体何だったのと何でも口実つけて金取りたいだけみたいな話なんですよねであとその社会福祉法人全体にね今、なんか留保金がすごい多いんでしょう、平均3億とかあったりするんですよね、これがまた問題で要はその福祉の予算があまりにも大きくなりすぎてですねしかもこれをまあ自由な競争を働かせないでいろいろなこう点数方式とかねそうういまあ規制の中で彼らやってるわけです。けど その中でここうなんかちょっとのお金がね適切に使われているのかどうかみたいな問題もあるのでこれ納得いかないという人も出てくるでしょうけどまいかんせん63万5千円以上ですから年収が寺嶋さんみたいなごく一部の高額所得者しかこの文句を言わないという俺は関係ねえみたいな感じでいでもそれなんでこの厚生年金の保険料の引き上げが必要なのかってこともありますもう財源が足らない足らない言ってますもんね。 あんまりちょっとねスウェーデンの例を引くのは適切かどうかわかんないですけどねあ、はい、まあ今回、コロナでね、はい、たくさん犠牲者出しているので、はい、まあとはいえですよあ,のあまりにもその、まあ、なんていい意味での,その市場競争が働かないがためにですね高コストになっていたりとか、まあ、不要な留保金が生じていたりとか、はい、そういう問題ないと。 はい、いうことですよ昔はねその福祉ってほらあのほとんどなかったので、はい、家族がやってたでしょ、はい、だからその自分たちの子供に面倒を見てもらったんで、えーまあ、とりあえず住むところがあれば。 ねとかまあとりあえずあの食べるものさえあればぐらいの感じでもらう方もねも、まあ、えー、割とあの謙虚だったんですけれども、はい、あのこれがもうあの自分の身内じゃなくて国が面倒を見るってことになるとですね、えー、あれも足りない、これも足りないとこう始まってしまうという面は結構あるんですよね。はい、だかかららそそそこををまああはっっきりさせるるたためにのの給付ととねそれから負担っていうのを明確化すす必要ががんで 指摘もありますなんで今なんだと。 例えば厚、ね、生年金の保険料の引き上げは必要というあのものがある、まあ、それはちょっと置いておきますけども、うんうん、コロナかの,の今でなくて、コロナ落ち着いてからにすることはできないのかと確かに、ねね、いう指摘もあるんですよ、ね、そうですね、えー、まあこの間ね、自民党の、あ自民党ね政府の税調でね、はい、あの財政再建のことを早くもなんか議論し始めてね、はい、いやいや、まだ対策終わってないのにさ、はい、何もうその借金を返すと算段をするわけと。えー なわけでですすから国民にとっては資産ですよしかもまあ日銀がお金出してお金すって買ってるわけですから、ええ、まあぶっちゃけあのロールオーバーといってね借り換えしようと思えば何百年も借り換えできるわけですから、ええ、もうちょっと景気が良くなってね、まあ、それこそバブルの時にでもね、ええ、こういうことやれやいいのに、はい、なんで今なのっていうのは当然ありますよね日本年金機構によりますと二十歳から40年間従来の上限額で保険料を納め続ける場合と新たな上限額で保険料を納め続ける場合これを比べる 新たな上限額で保険料を納め続ける方が受給額は年8万円ほど増える。 っていううことはあるようなんですけど負担は増えるけれども受給額も増えるということが言いたいようなんですが、うん、まあこれがだからじゃあラジオ機の方どうお考えですかって負担が増えると受給額が増えるっていうのはこれは実はまあ悪いことじゃなくて確かにそうなんですよで負担を減らしたかったら受給額も減らしてくださいっていう話なんですがただ問題はですねそのまあこれもらうのってえと40年ごととかじゃないですかちょっとインフレ率何パーセントになってるか分からないのでこの8万円でカバーできるかどうかっていうのは、まあ また別問題なんですよよね、えー、ここよく考えなないとかなかこういうねだからあの社会将来の保険料と将来の給付がバランスするようにうまいこと設計するんですが、えー、その思ったよりもですね日本人が長生きしてしまったと、はい、当初ねこの保険数理で考えた時より、えー、だそれを今調整するためにいろいろやり続けてるんですけど、はい、まあその口実にですね消費税増税というね全然関係ないものもまあ使われているというのはちょっと問題かなとそれによって全体が落ち込んだらそしたらその福祉そのものがね、はい、やっぱ全体の中 だから、そのまあ、予算で出てくるわけですから、えー、その全体が落ち込んだら、やっぱり意味がないというところをね、えー、もう一度考えなきゃいけないなと私は思いますね。はい。はい、また後ほど、お話を伺います。時刻六時四十分です。 今朝のコメンテーターは経済評論家常年司さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。全国的な猛暑となった昨日、静岡県浜松市で午後零時四十分、この夏国内最高気温となる四十点九度を記録しました。気象庁によると四十点九度、二千七年八月十六日に岐阜県多治見市で記録されたのに並んで歴代五位タイの記録ということです。まあ、今日以降もですね、各地三十度を超え 猛烈な暑さ続く見込みということです熱中症対策徹底する必要がジョありますそうですねこれまああの一番いいのはね水風呂入って体冷やすのが一番いいんですけどとにかく体温をねそうですねまああとはエアコン使っていただくことですよねそうですねなんかあのエアコンはあの冷やすまでが一番電気代食って一回冷えちゃうとそこからはそんなに電気代かからないそうですから最初のワンショットなんでむしろだからつけたり消したりしてなんか暖かくなっちゃう方がむしろまた冷やさなきゃいけないからと家電量販店のねサイ には書いてあったらしいので、はい、はい、あのそういうのはちょっとね、エアコンで電気代気になるって方もね、はい、逆につけっぱなしした方が電気代もかからないですからね、はい、お使いいただいた方がいいと思います。あとはマスクですよね。そうですね、マスクね、まあ野外出るとき必要なんですけど、まあ2メートル以上離れてればね、あのマスク取ってもいいらしいので、苦しいときはね、マスク不織布のマスクは特にすごく苦しいので、あの汗かくとピタッとくっついちゃいますか息苦しいだけでね、もうちょっと立ち悪くなりますからね、気をつけてもらった方が周りにそうそんなに 近くに人がいないときには鼻だけ出すとかねあまあねちょっと取ってみるとかねそういう工夫が大事なようですね。す さてその対策徹底といえばですね新型コロナウイルスですえ男子テニスで世界ランキング31位の錦織圭選手昨日自身の公式アプリで新型コロナウイルスに感染したことを公表しました練習の拠点アメリカ・フロリダ州に滞在中で症状は軽いと見られています、まあ、症状が軽いということは何かおかしいなってことはあったんですね、まあ、そうですね まあでも、このところね著名人の感染も相次いいいででるととうこすから市中感染が広がっているというかまあのインフルエンザ並みに広がりつつあるのかなという感じですがまとはいえですね錦織さん、まだ若いですからあの亡くなる方はやっぱり70歳以上の方が圧倒的に多いので死んだりするリスクはねないのでまゆっくり休んで体調整えていただければね試合にもまた出れるとそれではここからは常念さんにこのテーマで話を聞きます。 戦後最大の落ち込みか、4月から6月期の GDP 速報値、今日発表。内閣府、今日午前8時50分に、今年4月から6月期の GDP、国内総生産の速報値発表します。この速報値、主な民間調査機関10社の予測の平均値を見ると、物価変動を除いた実質成長率、年率換算で前の期に比べ27、27%のマイナスとなりました。 予測通りとなりますとリーマンショック後2009年1月から3月期の17.8%を超えます戦後最大の落ち込みとなります、えー、戦後最大の落ち込みとなるという予測が出てるわけですがジョーネさん改めてどうご覧になりまますか、はいはいまあ、あのー、こういうのはですね、えー、他の国と比べてみないとね、えー、なかなかスケール感わからないで、えー、まずね一番ね落ち込んでいるのが、ね、ヨーロッパ、ねはい、マイナス40%ですーズ感差。 ええ、大体ね。はい、で、アメリカが、まあ、マイナス30%。 ととななるとマイナス20悪くないじゃんちょっと希望持てるんじゃないかな <laughs>、えー、<laughs> と思うんですけど、えー、まあそれでもあの歴代最悪ということは確実ですので、はい、まあそういうスケール感で見ていただくのがいいいいかなと思いますね、えー、はい、でこの民間調査機関10社の予測で GDP の半分以上を占める個人消費10社すべてがマイナスと予想しています下げ幅、前の期に比べて6.4%のマイナスから、えー、7.4%のマイナスと見ています。 4月から6月外出自粛ですとか営業自粛が広がった時期です。 これ個人消費は大きく落ち込みそうですね。ただでさえ消費がね、もう全然だめっていう状況の中でね、63万5000円以上の月額報酬もらってる人はね、社会保険料5000円値上げでしょ、何やってんだということですよね、これもっとあの消費を喚起するようなね、あ10万円配ったじゃないですか、ああいうやつをもっとやったほうがいいんですよね、まああの多少10万円聞いてるみたいで、多少というか、結構聞いてるみたいでね。そうなんですよ割とねあの というかですね、はい、まあ,あの10万円配った後は結構あの伸びてるんですよね、家計支出とかね、ええ、確かね、ははい、はい調べましたけどその民間調査機関10社の予測ですが、その他の項目を見ていくと、輸出も10社すべてがマイナスを予測しています、うん、下げ幅14.7%から21.9%のマイナスとで、設備投資、収益悪化することを懸念して、2四半期ぶりのマイナスになると予測しています。え輸出と設備 投資もマイナス。 との予測なんですがこれいかそれは海外これだけ需要が低迷してますからねみんなあの国内の生産力余ってますからまあ輸入してまで物買う国があんまりないということですけどただアメリカはね足元消費結構いいんですよ今実はねあのそういうまあ現場にいる人なんかに聞いてみてもアウトドア関係の商品とか結構売れてるらしいですねはだまあまだあのこれが本格的に持ち直すまでいろいろあるんですけど今回のね特徴はねあのスーパーとかねごく一部の業界はもうなんか過去最高益が いってるわけです巣ごもり商品でね、はい、あとまあ IT 系ね、まあ、アメリカでいうとガーファみたいなところとか、えー、こういうとこがすごくいいんですよ、はい、で逆にあのアパレルとかね、はい、そういう,なんかこう従来型のところですよね飲食とかね、はい、でこういうところはもう,なんかもうあの全ての,このマイナスをえ受けて余りあるような打撃を 食らっていいるととうことで、えー、ちょっとこの辺がですねあの普段のそのそまあリーマンショックのときのようなねあああいうまあ、金融危機による不況とちょっと違うところはその辺なんですよね、えー、はい、はい、だからまあそのウイルスっていうもののまあ、特徴が現れてますよね、えーえー、あのみんなで集まってなんか消費するところが全部だめで,、はい、で集まらないところは逆にすげえ調子がいいみたいな、えー、まあただ、調子のいいところが調子の悪いところをカバーして、埋、はい、めて余りあるところまでまだ経済がシフトしてない、うん、ということですね。えー、はい さてその GDP の次の四半期が7月から9月期ですがこちらについてはですね民間調査機関10社のうち多くがプラス成長を見込んでいますえただ新型コロナウイルス新規感染者数が増加傾向にあるため国内の小売や娯楽施設の回復は頭打ち消費の回復力は脆弱で V 字回復への期待は薄い、まあ、こういう指摘もあります月、えー、月から9月期の gdp ですがジョさんこれプラス成長 でできるんしょいや、これなんとも言えないですけど、あのまあでもね、あのこれだけ落ち込めば、あの相対的には前期比プラスぐらいはいくと思うんですけど、4月から6月期よりはいいぞ前年同月比はプラスになるかどうかは、これ、かなり厳しいんじゃないか1年前とはね、それはちょっと厳しいんじゃないかなと、あとその消費がね、さっきもちょっと言ったんですけど、シフトしきれてないんですよね、まだ。あのの要はそももうううこいロックダウンとか それから、そのまあ、リモート勤務とか、ね、はい、在宅勤務とかと、こ前提としたですね。その新しいサービスっていうのは、まだ生まれきってないんですよね。はい、これ、あの、ちょっと面白い、昨日、僕、あの、ヤイスイブニングラボの、あの、えっ、ー、と。メルマガで書いたんですけど、はい、ちょっと面白いのが、あの、土地のね。はい、あの、まあ、土地が家賃か、あの、空室率ですね、ごめんなさい。はい、あの。 テナントの空率で都心の空空室室率率でで都心がすごい上がってるんですよ<う>でその都心でも主要5区ね、はい、あの中央区港区、えー、千代田区、はい、それから新宿区にあと渋谷とかね、えー、こういうところは結構空室率上がってて、えー、特に渋谷の空室率がめっちゃ上がってるらしいんです<う>で渋谷は IT 企業多いでしょ、はい、だからみんなリモートに切り替えてて特に空室率が上がっていると<ー>で逆にですね多摩地区、はい 率ねプラマイゼロぐらいすごいんですよ意外とということはその多摩地区で仕事するだとかそういう人が増えてきてるていうかはい住宅街が割といいと23区内でも世田谷区はあんまりねクイ率上がってなかったりとかんかやっぱりちょっとシフトしてますよね消費とか人の動きがねそれに対応して市場の方がそこで儲けるっていうビジネスモデルはまだ確立しきれてないと逆に言うとチャンスなんですよね若手の経営者なんかでそういうもう商品のシフトを狙ってもう待ち伏せしていろんな商品仕込んでる人 結構いっぱいいるんで、うん、まあそういうこうまあ何ですか新しい産業の立ち上がりがまだちょっと追いついてないところで、うんえー、そのまあ需要を十分吸収しきれてないみたいな部分はあるかなと私は思ってますけどね。はい。はい、さてその4月から6月期の GDP が戦後最大の落ち込みとなりそうな中、株価は。 上がってます東京株式市場先週木曜13日株価値上がりし日経平均株価2か月ぶりに2万3000円台回復しました終わり値は前の日に比べて405円65銭高い2万3249円61銭でしたえそして先週の金曜日ですね小幅に14日値を上げて終わり値前の日に比べて39円75銭高い2万3289円 ででしたでこの株価押し上げているのは読売新聞によると先行きへの期待感だと感染が再び広がる中でも都市封鎖や厳格な外出制限などを再開しない国が多いとまた経済活動が維持されていることから再び景気がですねこの 景気が悪化するとの懸念がやわらげでやわらいでいるのだということですね。適当な理由考えますよ。そうですね。ええ、それは株価ってのは将来の期待だからさ、先行金の期待感で上がったんだよそうだよって感じです半年先とかね。ええ、これねでもねあの私はねお化けだと思うんです。お化け。ええ。はい。あの相場格減にね。はい。あのお化けとサマーラリーは出た試しがないというですね。相場格減があるんですけど、サマーラリーというのはその夏に株が上がるってことね。大体夏はな れ言ってそんな株価上がんないんですけど、ええ、まあ今回お盆にねお化け出ましたね。 これお化けけですね、サマーラリーですね、ちょっとね、これが本物かどうかは、ここから後半にかけて、これを維持できるか、もしくはこれを抜けていくかどうかで分かると思うんですけどね、2あ4000円台いったら、本当にお化けかもしれませんね、まあでもわかんないですね、あのいろんな人はこれでこう上がるって言うと、大体下がるので、でも、なんでこんな上がってるんだって、みんな思ってるちゃ、上がったりするんですよね、でもあんまりね、短期的な値動きに一喜一憂してもしょうがないんですよ、あのランダムウォークなんで株価って。あのの中長期的的ににどっっちくかていうはははこれ基本金融 政政策と財政政策で決まりますから、ね、はい、はい、まあそこをあの見ていかないとまあ難しいいいかなと思いますね、えー、はいはい、まあただですねこれ経営破綻を見るとですね東京商工リサーチによると、えー、先週金曜の時点で、えー、この経営破綻は全国で413件新型コロナウイルス関連の経営破綻がですね、はい、えそして早期退職、希望退職募った上場企業、うん、えこちらが先週木曜までに52社に達していると。月 半ばで50社超えたのは2012年以来8年ぶり、うんえー、52社のうち新型コロナウイルスの影響を要因に上げたのが15社なんですね、うん、なとなるとこの企業に与える影響というのは歯止めがかかってないと見た方がいいでしょうね状、ねまあ、態によってはその新しい生活シフトに、ねはい、ついていけないところもあると思うので、ええ、まあそういうところはちょっと厳しいでしょうね、ええ、まあでも逆にあのこういう中、ね、起業している人も結構いるんですよこんな中で そういうところもあってですねまああのただ企業の方がまだ全然追いついてないですけどね新しいそのまあこの生活の流れにねマッチした新しい産業というのがこれからいっぱい出てくるはずなんですけどねニーズは何かあるはずですかニーズは結構あります住宅街で飲食店みたいなね結構そういうのニーズあるみたいで割といいみたいですよ住宅街で飲食店は今はい逆に新橋みたいに人が通ってくる街がちょっと消毒出てるという状況ですねはい今朝の